はい、どうも、りょうへいです。ひろとです。はい、お願いします。お願いします。はい、ひろとがね、入って一応、今日撮影日的には1ヶ月だったかな。経ちましたね、1ヶ月、うん。ちょうど1ヶ月ぐらいで、その間に誕生日が。あ、迎えましたね、誕生日。そうですね、ちょっと動画かなり遅くなっちゃったんですけど、それまで会えなくて、なかなかお祝いすることができなかったんで、で今日はちょっと僕からの、まあ、加入祝いプラス、誕生日をお渡ししようかなと。本当ですか。はい、何歳になったんだっけ。21歳です。若いなぁ、まだまだこれからだね。ひろと君21歳になったので、皆さんコメントにおめでとう。ありがとうございます。お願いいたします。もう早速、渡していこうかなと思います。こちらです。はい。おぉ、なんかな、はい、値札を取っていない走行集。はい、こちらね、お渡ししたいと思います。ありがとうございます。そうね、この前ちょっと電話して、今何を売る気になってるって言って、そしたら走行集ってことだったので、まあ、走行集もね、いくつかあるから、どれがいいのかなっていうのが分からなかったんで、マルチクリーナーかな。じゃあこれどういうオイルかって知ってる？こう匂いが石鹸系？うん。の匂いがして結構いいんですよ。なんか成分としてはとか湿度としてはどんな感じ？としてはもう艶出し、最後に塗るっていう。あ、そうなんだ。マルチクリーナーだから全部いけるんかなと思ったんだけど、これを渡すのでね、どないやとかもあるからね、そういうのでどん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 いい匂い出して、夏場とかも夜景やっててほしいです。はい、ありがとうございます。はい、なんか嬉しそうじゃなくね。うわー、せっかくあげてんのに。いや、嬉しいっすよ。嬉しいですよ、走行し超嬉しいっすよ。あれ、本当は何あげるって言ってたっけ。分かってます。ちょっとドキッとしてるじゃん。あれ、なんか前と言われてたものと違えな。違えなーと思ったよ。じゃあね、ちょっと別であるんですよ、ちゃんと。こっちがじゃあ誕生日祝いだとしたら、加入祝いの方を渡させていただきます。ちょっとね、お風呂になっちゃうんだけど。はい、こちらをお渡しさせていただこうと思います。これがね、Z のネオステータス、ガマゴーリシのマークが入っているということは、千賀投手モデルです。ですよね。こちらね、僕が草野球を再開するきっかけになったグローブで、ルーポにはね、去年の夏あげてましたね。そうそうそう、あげてて、それも、まあ、俺が使ったやつで、なおかつ、自分で紐交換したりとかしてアレンジしてるやつだったんで、まあ、同じ感じのものをお渡ししようかなということで、まあ、こっち公式用だから、ユーポよりはなんか高い。あ、そんなこと。まあまあまあ、ね、まあまあ、なんかね、去年ね、ピッチャーもやりたいって、少しピッチャーもマウンド上がったんだよね。上がりましたね、少し。そうそうそう、そういうところもあったので、まあ、これをちょっと、こちらはじゃあ加入祝いということで、俺の中古だけお渡ししようと思います。ありがとうございます。じゃあこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。はい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 、ありがとうございます。最初グローブオイル渡した時にもうなんかすげえ悲しそうな顔してたから、でもこれ使って頑張ってもらって、で、ラガーズももちろん投げる機会あるかもしれないからね。はい、毎回持ってきますか。おお、はい、じゃあちょっとさ、はめて感覚とかさ、ちょっとレビューをしてもらってみるか。わかりました。あ、結構縦な感じがします、ね、そうそうそう、横でも使えるのかなと思います、うん、で、紐は俺が全部変えたで、土手が抜いてるんで、結構柔らかめに使いたい人グローブだ。そうそうそう、には向いてるのかなと思います。柔らかくなったって言ったらいいのかな。元はどても入ってたんだけど、これザ言ってほしい特徴があるんだ。このヒンジですね。そう、投手用なのにヒンジが入ってる。先輩の投手用これで横にもなりにくいのかなと、うん、広がらなくて。でね、赤好きじゃん。赤好きっすよ。そう、だからちょっと赤いものなんかないかなと思って探して、これレッドオレンジかと思いきや普通の赤なんだよ。おお、もともとね、紐変えてなくても高校生とか使えないから、3年ぐらい前の千賀投手モデルかな。まあ、ネオステータスだから軽いし。でもネオステータスだからといって耐久性は悪くないんで、めちゃくちゃ嬉しい。皮自体はめちゃくちゃ硬い。関節ができてるから柔らかく感じるけど、マジで硬い。これは俺が草野球で初めてマウンドに上がった時のグローブ。今ね、松坂投手モデル、最近のシグネチャーモデルを使ったりとかしてるけど、だけだよね、今。だけです。これもぜひ使ってもらって、はい、使います。新規の日本代表のエースのグローブでやっていってほしいなと。ありがとうございます。はい、じゃあね、抱負とかも言ってもらっちゃおうかな、改めて。21歳のかな。21歳としてやっぱ大人らしく20歳だったんですけど、前までは子供らしかったのかなと思ってて、その一つ重ねるごとにやっぱ大人っぽくなりたいし、どんどん成長していければなと思います。はいはいはい、ね、ぜひ成長してってもらって、翔平 TV で力をつけてもらって、まあ、いずれのね、今後の人生のために何か役立ててもらえればと思います。ありがとうございます。じゃあちょっとキャッチボールやってみます。やりますか。それではキャッチボールやっていきます。早速デビューしていきたいと思います。あ、結構土手の方にポケットがあって、フィールディングは結構しやすいかなと思います。で、投げるときにこうやって掴むので、この縦の回転がしやすいのかなと思います。で、こう持っていくときに、ここにあるのが安心感があるっていうか、こうやって巻き込みやすい。
はい、ということでどうでしたか。結構投げやすかったです、自分の中で。縦になりやすいんで縦回転のままいけるんで、なんかスムーズにいきやすかったです。はいはい、せっかく上げたので使います。中古ではないけど俺から使います。これ連盟では使えるから切りハムになってるし、であの紐の色が違うのは今大丈夫なんで、まあ、あの改造したかったらあとここお店持ってってヘリカを変えてもらえればって感じだから、まあね、これ使って、どんどん今後の野球人生、頑張っていってください。はい、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということでヒロト君の誕生日兼加入祝いを想定させていただきました、皆さんコメントねさっきも言ったけどヒロトのお祝いコメントお待ちしております。はい、ということで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。ショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。